州内のノーサンバーランド郡の1、郡内のリトルマハノイ郡区の1、リトルマハノイ郡区は、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、ノーサンバーランド郡にある郡区である。2000年の国勢調査では、人口435人で、1990年の前回より3人増加した。アメリカ国勢調査局によると、リトルマハノイ郡区の総面積は27.1、 平方キロメートルで、すべて陸地である。2000年の国勢調査によると、リトルマハノイ軍区の人口は435人であり、151世帯109家族が居住している。人口密度は1平方キロメートルあたり16.1人で、ある。159軒の家があり、1平方キロメートルあたり5.9軒の家が、建っている。町の人種構成は、 99.08%が白人0.23%が黒人内しアフリカ系アメリカ人0.00%がアメリカ先住民0.23%がアジア人0.00%が太平洋諸島系0.00%がその他の人種であり0.46%は根血である人口の0.00%はラテン系である 全世帯の35.1%には18歳未満の子供が同居しており、63.6%は夫婦で一緒に生活している。6.6%は夫のいない女性が世帯一種であり、27.8%は独身である。全世帯の25.2%は一人暮らしであり、15.2%が65歳以上である。平均世帯人数は2.88人。 平均家族人数は3.52人である。リートルマハノイ軍区の人口は32.9%が18歳未満、18歳以上24歳以下が7.1%、25歳以上44歳以下が23.9%、45歳以上64歳以下が20.9%、65歳以上が15.2%である。 年齢の中央値は36歳である。女性100人に対して男性は96.8人で、あり、18歳以上の100人の女性に対して男性は87.2人である。町の1世帯あたりの平均収入は36,667ドルで、あり、1家族あたりの平均収入は45,500ドルで、ある。男性の平均収入が32,639ドルに、 対し、女性の平均収入は18,125ドルで、ある。一人当たりの収入は14,844ドルで、ある。人口の5.9%が極貧層である。18歳以下の住民の5.4%、65歳以上の住民の10.9%は貧しい生活を送っている。ありがとうございます。